こんばんは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りのレシピ、釣りレシピです。お疲れ様です。お久しぶりです。さあ行ってきました、釣り。久しぶりに、ちょっとしばらく行けてなかったんですよ。で、久しぶりにね、ちょっとこう実調しに、行けたんですけど、ね、あの話題のダイソーのこういうね、ルアーなども、試投してきたんですが、実はあるチューンをしてから釣りに行くとですね、なんとダイソー商品が無双したっていう出来事があったんですよ。で、なのでちょっとじゃあまず、もうなんか通してやったらもう何時間もになっちゃうんで、ちょっとだけ今からちょっとだけね、その、釣れてるね、無双状態のね、お見せします。で、あ、これあの商品かなとかちょっと思いながら、釣ってみていただければと思います。ではよろしくお願いします。今日最後まで見てください。あの、ダイソーのルアーとで、それをどうチューンしたらこんな風になったかっていうのを、お伝えしたいと思います。では失礼します。はい、これはでも暑いな、やばい、疲れる。いや釣りたい、明るいうちにね。お、来た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 。これ結構いいんちゃう。おお、いい。おお、釣れた。釣れた。そんな大きないけど。来た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 。あー抜けた。しかった。来た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 。かかった、かかった。うん、あーミスったミスった。バレそう。抜けそうね。そんな、あ、抜けたかな。抜けた。下手くそや。
またあったんだ。ああ、釣れてる釣れてる。釣れてる。よいしょ。ああ、来てもらった。ちょっと、ヘルプ。ヘルプ。これは取りたい。これは結構いいサイズ。ヘルプ。超ヘルプっす。はい。はい。ちっこいでしょ。入った入った入った。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。あ、もうでかいでかい。おお、これ結構 A サイズですね。やったー。超。これでかいですね。これめちゃ嬉しいですわ。これこんなこれって、ね。いやね。お、来た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 。うい。ちょちょちょやめて。暴れ、なるべく暴れさせずに。どうする。ちっちゃくなりましたけどね。いや、もうダイソー様なんですね、今ね。というわけでですね、まずはね、ダイソーのこのメタルジグ、リアルカラーですよね。のね、まあ、28g、で、キジハタ、アコウが釣れました。で、この日ね、実は結構渋かったんですよ。で、渋くて、釣れへん釣れへんってみんなで言ってる中で、なんと釣れたのが、ワームとかよりも、これやったんですね。メタルジグリアルカラーで、このメタルジグリアルカラーの実際釣ったものがこれになります。サバカラーのやつですね。で、これどんなチューンで、釣りに行ったかと言いましたら、それが気になると思うんですよね。これあのフックついてないんでね。まずリアが、セリアの4番のトレブルフックです。セリアさんのものは100均の中ではまだね、サビに結構強いです。赤サビ出てませんよね。これ洗ってないです。赤サビ出てないですが、この黒いサビしか出てないんでね、比較的ね、比較的でも100均の、フックの中ではね、まあまあ強いですし、これ40センチぐらいのアコをかけたんですけど、全くなまったりとか、してないですね。伸びたりもしてないです、はい。で、フロントは、なんか僕の結構好みなんですけど、メジャークラフトさんのアシストフック M。これね、意外とね、信頼度高いですね。何回も使っても、割と、いい仕事をしてくれる。でなので、ダイソーのこのリアルカラーに、同じ100円均一のセリアの4番と、大阪のメジャークラフトさんのアシストフックの M を、合体させるとアコウが釣れちゃいましたという話にプラス、釣れてない、ね、一緒に行った釣れてない人とかもいたんですけど、ケイムラ加工してました。これプラスケイムラチューンをしていきました。シルエットがね、ベイトに合わせてちょっとちっちゃかったのも良かったと思うんですけど、釣ったアコはイカを吐き出したので、まあ、ちょっと多魚種食べてたみたいなんですけどもね。やけど、ね、このチューンで今回は非常にお魚からの評判が良かったです。ちなみにね、もう一匹釣ったんですけど、もう一匹は、さらにシルエットをちっちゃくしようと思って、タングステン投げました。ディオさんのタングステンで釣りました。さ、ということですね。で、それがね、まあ、それは何でしょう。まあ、ちょっと今回は、まあまあ、ウォーミングアップみたいな感じで釣ってたんですよ。で、釣れへんの釣れへんの、実はまあ釣れて、うわ、ダイソールはすげえってなったんですけど、本命はね、夜のシーバスでした。で、じゃじゃん。シーバス狙いのためにね、私もサイレントアサシン、昔からね、サイレントアサシンさんとか、ね、
シーバスハンターさんとかね、持って行ってました。で、なんとか一本あげようとね思って、釣ってたんですが、あのね、その日もう全然渋かったんですよ。でも魚はねいたんですけど、なかなか食わなかった。で、これダイソーのね新編とかもね、これノーマル状態でね投げたんですけど、これも食いませんでした。そんな中でね無双したんですよ。何が無双したのか、こいつです。シンキングミノ、ダイソーの出している16g のこのシンキングミノイワシカラーがバックりました。もうね、僕戻ってきて、実はね、あの最後マダイに僕にかけられてかかって、でそのマダイをねちょっと雑に抜き上げようとしたんですよ僕。なぜか抜き上げようとしたらそのままあのラインブレイクしてルアーごとなくなったんで、買い足しました2つ。もうこちらあるうちに買おうと思って、この有能さを、なんだろう、もうみんなが気づく前に早く買わんとと思って、200円やしね。セットアッパーとかね全然反応なしんですよ。まぁ、ちょっとベイトの大きさが違うのもあると思うんですが、めちゃめちゃ高反応。マダイ、アコウ、シーバスが食ってきました。それぞれね、もう僕がちょっとあのタモ入れでミスったやつも入れると、マダイも2匹以上かかりました。もちろんシーバスも 4,5 匹パパパとかかりましたので、もうこのねルアーのなんやろ無双っぷりがすごかったです。でただし、このシンキングミノをねそのまま使ってないです。さっき見ていただいて超過情報のあの時は、実はそのまま使っていなかったということを今お伝えします。で、じゃこれどうチューンしてたんやと言ったら、あの夜間なのですごいあのゆっくりスローにこう巻いて、シーバスをとかあの他の魚をこう誘ってたんですけど、リアのこのフェザーを外して別 の, ルあのトレブルをつけてました。多分このルアー自体が下から見たら白、反射板が入っててしかもクリアっていう、このなんかすごいクロート、なんだろう、分かってるっていうかね、すごいいい感じに作られているのもあると思うんですが、的確にかけていけたのは、やっぱりこのリアを僕乾燥したからだと思うんですよ。で、このリアは、これに変えました。じゃーん。これ今まで紹介してなかったですね。ガマカツさんのスタンダードラウンド、ベンド SRB ってやつですね。トレブル SRB、SRB 特用のサイズ5番。センターバランスアイ、様々な魚種に対応ってことで、触った感じもね、めっちゃスムーズに、なんかツルツルしてるんですよ。で、次に備えて今からまたつけるんですけど、この、ガマカツさんの5番を、トレブルのシャープの5番を、これにつけたら、なんかもうめっちゃね、バランス良くなって無敵になりました。5番です。で、なので、もしよかったらね、一度試されてみたらどうかなと思うんですよ。このノーマルのこのフェザーちょっと好き嫌い出るんで、フェザー外した方が、僕はなんか、ミノ自体本来のね、動きがより出て良いのではないかなっていうふうに思います。これがまあ、ブラックバスとかに使うんだったらどうかわかんないんですけど、海で使う場合にはこの方がね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、まあ、結果が出たということで、ちょっとね、今日はお伝えしたいなと思いまして、こういうチューンもおすすめですよ。まあ別のチューンももちろんおすすめのあると思うんですけど、今回は、ちょっとこういうチューンがおすすめだったっていうことで、お伝えしたいと思います。またよかったら試して、見られた方、超過上がりましたらコメント欄等で教えていただけたらありがたいです。はい。それではね、またね、同じ
チューンでまた超が上がりましたので、どっかで僕も、また動画作ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。結構実績あります。このチューンは結構実績ありますんで、安心してお試しください。それではまた、よろしくお願いします。お疲れ様です。また来週頑張りましょう。さよなら。